姉貴さんは高槻作品で何が一番お好きですか？やっぱりデビュー作かな。新人離れした文体でしたものね。過激さの中に繊細さがあるというか。そうなんです。あの文章力でデビュー当時は10代だなんて。大丈夫ですか？大丈夫です。僕の名前は金木健。どこにでもいる普通の大学1年生。彼女の名前は上白理瀬さん。僕たちはアンテイクと、お互い本好きということで意気投合した僕たちはこうしてデートに来ていた。あ、リゼさんって小食なんですね。え、あ、実はそのダイエット。今日はありがとうございました。こちらこそ、楽しかったです。実は私、最近事件のあった場所の近くに住んでいて。事件？ああ、グールの。グール。彼らは人の肉を食らう化け物。人の形をしながら人とは異なる存在。最近この辺りで人間がグールに襲われて食べられてしまうという事件が多発していた。私、そういうの本当に怖くて。大丈夫、安心してください。僕がちゃんと送りますから。本を好きになるきっかけとかあったんですか？父が残した本が家にたくさんあって、物心つく前に父を亡くしてるんです。その父の残した本が好きで、母が働きに出ている間はずっと本を読んで過ごしてたんです。そうなんですね。あ、こっちです。もうすぐそこですから。リゼさん、あの、もしよかったらまた会ってくれませんか？私たちって読書の傾向も似ているし、年齢も同じだし、共通点多いですよね。金木さん、本当は私気づいていたんです。あなたが私を見ていてくれたこと。え、じゃあリゼさんも？ええ、私もあなたのことが好き。ああ、おいしい。金木さん、私、読書より好きなことが逃げ惑う人の内臓を全部引きずり出しちゃうこと。もっと私をゾクゾクさせて。嘘だ。金木さん、リゼさんがクールだなんて。あら、死んじゃいました？残念。本当に好きだったのよ。程よく脂も乗ってるし、柔らかくて食べやすそう。なんて。ここはどこ？
臓器移植の準備を。すべての責任は私が取る。一体な。今のは、ここは？そうか、僕は青霧の木に捕まって、いわれのない苦痛を抗うこともできず、ただただ受け続けるしかなかった。自分が金木、ここが鳩に攻め込まれている。奴らとやり合うのが僕の役目だからね。だからせっかくの楽しい時間ももう終わりだ。金木、奪わせろ。最後に全部食わせろ。食ってみろよ。殺せ！ぐちゃぐちゃに殺せ！食い殺せ！腐りかけの魚の腹渡みたいな。なのガキが、弱者が俺に立てつくんじゃねえ。誰が弱者か教えてあげるよ。悪く思わないでください。足が倍に増えたと思うな。いけるかな、ナナ。ネジが飛んだか、ヘタレ野郎。ナナ、畳みかけます。ほら、押し通せ。食ってみろ。食ってみろよ。手数で押し切る。千引く七。何もできない。もう嫌なんだ。共食いをすればグールの血が強まるだっけ。千引く七は一度言うよ。千引く七は、く、やく、ガルジャ、く、やく、ガチジャコ。僕を食おうとしたんだ。僕に食われても仕方ないよね。
駅。今、助けるから。ずいぶん様子が違うじゃねえか、眼帯野郎。とっくに死んだと思ってたぜ。君はトウカちゃんのたった一人の弟だ。殺す。だからぬるいって言ってんだよ、安定家の人間は。脱出できたみたいだね。あんたさ、戻ったら髪の毛どうにかしなよ。そんなんでアンテイクで仕事してたら目立ってしょうがないもん。トウカちゃん、僕はアンテイクには戻らないよ。え、何？僕は青霧に入る。